最高級の神ガチャやってきたー。皆さんこんにちは、ドラゴンバロールを見せていくと、どうも皆さんドラゴンバロールでぜひチャンネル登録ご購入とよろしくお願いしますぐらい、本日もイーストバル2020やっていきたいと思うんですけども、来ましたね。はい、私ドラゴンバロールも1年ちょっとですか、イーストをずっとやってきましたけども、無課金でディビジョン1目指していたね、無課金のしディビジョン Y の道の企画の時もそう、ガチスカ始まってもそう、ずっと言われ続けることがねありました。コメント欄でドラゴンさん、ディフェンダーの選手、少し心もとないなと。はい、私ドラゴンは確かに今までずっとね、ガチスカになってもう好きな選手をね、たくさん課金して引いてきましたが、その時もね、好きな選手を引いてきたんですよ。なんでね、結構オフェンス寄りなんですよね。はい、マドリーとかね、まあスパーズの選手が入っていたら必ず引いてるんですけども、まあそういった選手たちかなり前線の選手が多いんで、結構ね、ディフェンスの選手っていうのはね、B 固定じゃない選手がね、多かったんですよ。なら、このガチャでしょうということで、このね、2025に移行する直前のタイミングで、ナショナルガーディアンズ、マルディニ、マテウス、チェフが入った神ガチャやってまいりました。いや、素晴らしいレートということで、早速引いていきたいと思うんですけども、でね、実際に自分の今のね、レート2000ぐらいですけども、もう無課金を卒業して課金して始めたガチスカ見ていきたいと思います。まあ、無課金時代にね、ディビマン行った時のスカートもそうなんですけども、大体そこまでね、ディフェンス陣は変わってないんですよ。通常のクルトラだったりとか、もうそもそもね、週刊のミッキーと、指名契約のグバルディオルがもうショータイムに変わっただけでして、もうそれ以外はね、本当に好きな選手ばっか引いてきたんですよ。前線もね、ベイルだったりとかカカだったりとかね、もうマドリーばっかりですよ。もうベンチメンバーもほぼそう、使用感とかも含めてもそうですけども、愛用していたね、マラディーニじゃなくてデルピエロだったりとか、ルックマン、そしてやはりマラドーナですね。まあここら辺の選手だったりもね、使用感以前にもう自分がね、ボッカにいたとかいうことも含めてめちゃめちゃ好きな選手ばっか取ってきました。ベンチメンバーもそう、ベンチ外メンバーもそうですね。はい、好きな選手なんですよ。はい、私ドラゴンボール好きな選手ばっかり引いてきました。マドリーとね、スパーズ中心に引いてきましたよ。今回のガチャ見ていきましょうか。あれ、知ってる選手、好きな選手いなくねと。ウィル時代にね、アイコニック3体目ぐらいだったから、マルディに当てたりとか、マテウスもね、もう連続で5体目ぐらいに当ててた時とかね、もうあの時にめっちゃ感慨深い選手だったりとか、もうチェフもね、もうヘッドギアつけた時はね、もう試合見てたりしてたんですけども、正直ね、ヘッドギアつけてないチェフとか知らんし、好きな選手はおらんのよ。で、しかも、もう一回だけガチスカ見させてください。そんなにね、弱くないのよ。でも、B 固定はいないけど、ミッキーもめちゃめちゃ使用感いいし、グバルディオだったりとかね、サリバとか、まあ確かにね、トミヤス、アラウフのね、まあトミウコとか、まあティラムとか、そこら辺のね、最前線の環境には弱いかもしんない。それに比べたら弱いかもしんないけど、能力的にはね、好きな選手使ってて楽しいし、何より言うて、レート2000ぐらいはいってるんでね、ちゃんと。ということで、まあ正直ね、そこまで引かなくていいのかなと思ってしまいました。なので、今回私の頃、5454個、ごしごしコインで引いていきたいと思います。ただやっぱ使ってみたいよね。はい、環境級でも能力と言われているこちらのフォートレスもついたね、マルディに使ってみたいですし、やっぱチェフね、めちゃめちゃ強いというのは知ってるんで、早速、この3選手狙って、50連は引いていきたいと思います。では早速、ガチャ引いていきましょう。では、早速引いていきたいと思います。ただ、最近ね、結構ガチャ運いいんですよ。本当に。大体100連以内にはコンプするときもしていますし、もう30連とかね、バルベルデンとかベリンガムとかでも引いてますから、今回もいけるんじゃないでしょうか。ということで、早速、引いていきましょう。10連から来ちゃって、絶対いいよ。くぅ、無理か。そうなんですよ。ここで一つご報告があります。私、ドラゴンボールマドリディスタということもありますので、なんとですね、前回ですね、はい、前回の、ビッグガチャ、ティラム引いてました、実は。ただね、30連だけ引きました。爆死しました。まあ、30連じゃさすがに出ないよね、と。うん、まあ、無課金自体もね、無課金な、もうコインで泣きなしの2800円が3000コインぐらいでね、はい、メッシ引きまして、すごい爆死しましたけども、やっぱ課金してももう30連はね、そんな運良くないと出ないね。ということで、早速20連引いていきましょう。ただ、ここで、俺は出しちゃうんだよ、ということで。お、待って、ワンちゃん真ん中、真ん中のね、ちょ、どんな感じ、ああ、緑はないのかな、あ、緑なさそうっすね、ということで、巨内か。ヨアキム・メール選手ですね。はい、ありがとうございます。いや、マジか、ちょっと確かに、まあね、20連じゃ出ないか、さすがに。ただ、30連だったら全然あります。こっからね、マジで、可能性あります。引いていきましょう。ただ、今回、マルディーニとね、まあ、チェフとマティウスだったり、やっぱマルディーニが一番惜しいかな、爆死じゃねえかよ、おい。30連じゃ出ないか。マジか。ちょっと待って。俺50連だよね。ん？じゃあ、あと30連引けるのか。じゃあ、60連まで引けるのか。なるほど。普通、1000コインで考えてたけど、900コインだから全然60連も引けるのか。
じゃあ確率に勝てるか勝てないかのギリギリのところってことですね。言っていきましょう。いやマジで30連、これで折り返しよ、これで折り返し。ただ30連からはガチであります。言っていきましょう。折り返しはここら辺で来たってよ、タラメ。ここら辺で昇格は昇格。あ、待って、これやばい。あの、ね、前回のねスクショ出したかもしれないけど、さっきティラムもね30連で撤退したんですよ。30連で撤退したから、もしかしたらそこ追ってれば出てたのかもしれないで考えると、まあ、若干ちょっとあの、うん、後悔は感じますけども、それでもないもう、そうでも今回のために貯めてたって考えたら全然いいんで、いきましょう。頼む、お願いします。ここら辺でマルディーニチェフの順番かな。マルディーニチェフ、もうそれぐらいクルトワ信頼してるんで、マルディーニチェフゴーマちゃん、真ん中の真ん中、どんな感じ、どんな感じの色、どんな感じ。いやこれ昇格なさそう、昇格ないかもな、ないかな、ない。真ん中見た感じ、これ待って、どっち、イタリアニフォームじゃ来てない。あ、もうないですね。はい、いやマジか。まあ、そんなもんよな、正直そんなにね期待はしてないですよ。ただ50連までにはね全然確率的には引けるんですよ。お願いします。ちょっと最近爆死はしてないから頼む、ここら辺で来ちゃってくれ。うわ待って、どっち、これは昇格、昇格ない。あー、もうないや、これ昇格ないよ。くそマジか、えがいたー。なんと自分勘違いしておりました。バンバン引いてたせいで60連終わってました。いきますか。はい、ということでやってしまいました。皆さん、これが課金の沼です。本当にね、もう自分が許せない。もうさっき、しかもね、そもそも60連引き切ったと思ってなかったし、いやなんで、もうこう、皆さん本当に 気をつけてくださいね。もうこうやってね、課金の沼っていうのは、もうコナミはこうやって皆さんに課金してさせていくんで、行きましょう。ということで、もうここまで来たら行こう。ただね、やっぱマルディーニ欲しいんだよね、なんだかんだ。まあ、チェフはね、正直キーパー、もう点決められるときは決められるっていう感覚だから俺いいんだけど、もう正直ね、チェフじゃなくてマルディーニ出してくれ、頼むぞ。これ70連目ここで来い。くわーマジかー、ちょっときつくね、渋いて。いやマジこれ爆死だよな。もうスキムショー、もうスキムショー、ちょ待てー、なんでかんねんここで。しかもマルディーニとこれ、うわマジか、青7番なのお前、7番なんやお前。ちょっと待って、イタリアよ、アツリで7番来てだろ、知らなかったんだけど、どこって、もう誰お前マジで。ご視聴ありがとうございました。